どうも、デコボコ都市チャンネル、ヒデヤです。はい、今回はですね、普通のニーサで S&P500 を買ってみたいと思いますよ。 S&P500 といえば、積み立てニーサで購入される方多いと思うんですけれども、今回はあえて普通のニーサ、年間120万円投資上限ありますので、その普通のニーサで投資してみたいと思います。今回なぜ S&P500 に投資するのかと言いますと、まあ、本当はですね、 S&P500 が暴落した時とか、そういったタイミングで私自身は普通のNISAを使って投資したいわけなんですけれども、今回ですね、 S&P500 が過去最高を更新してるんですね。もう過去最高です。でこれはですね、まあ、いろんな理由があるんですけれども、私自身としては S&P500 に構成されているアメリカの銘柄ですね、会社、これはまだまだ成長すると思ってます。アメリカは大型企業がさらに超大型になる国ですので、 S&P500 に構成されている銘柄はまだまだ成長すると思ってます。なので、まあ、今回はね、NISA枠そのまま置いておくというのももったいないので、 S&P500 を通じて NISA枠を使うことにしました。このチャンネルではですね、こういった投資の解説だったり、実際に投資をやってみたという動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。はい、ではですね、こちらが証券口座の画面になっております。実際に S&P500 に投資していきたいと思います。普通のNISAでポンとね、株のように投資する方法って意外と知らない方多いと思うんですよね。なので、まあそういった方も今回は動画参考になると思いますので、ぜひご覧ください。ではですね、まず投資する投資信託ですね。S&P500 なので投資信託を通じて投資するんですが、今回は eMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 に投資したいと思いますので、左上のメニューボタンを押します。そうすると一番上のところに投資信託ありますよね、こちらを押します。はい、そうするとですね、左上の方に探す購入というボタンがあると思うんですけども、そちらを押しましょう。で、検索バーのところに S&P500 と入力をします。はい、こんな感じですね。はい、そうするとですね、一番上に iFree、そして S&P500 マルチ i 搭載といったものがいろいろありますけれども、一番下のですね、 eMAXIS SLIM 米国株式に今回は普通のNISAで投資したいと思います。でこれにしている理由としてはですね、もうご存知かと思いますけれども、信託報酬と言われる手数料が一番安いので、この投資信託に投資します。こちらがですね、 eMAXIS SLIM の画面になっておりますけれども、じゃあ実際にどういうふうに買っていくかと言いますと、左下にですね、買い注文というボタンがあると思うんですよ。その右側には積み立て注文というものがあると思うんですけれども、今回はですね、普通のNISAで買いますので、買い注文というボタンを押します。そうするとですね、このように目論見書を確認してくださいという画面が出ますので、確認ボタンを押します。はい、これも全部確認をしますと。そうするとですね、今回買い付けをする金額を入力します。まあ、今回ですね、まあ、たまたまなんですけれども、証券口座に5万円入ってましたので、今回はまあ5万円を投資していきたいと思います。5万円をポチッと。こちらでもう金額の入力は終わりで、確認画面に行きましょうと。こちらがですね、注文の確認画面なんですけれども、まあ、気をつけるべきポイントとしては、今回普通のNISAで投資します。特定口座ではありません。なので、ここ、口座区分のところ、よく見てみましょう。特定になってますよね。これを普通のNISAの口座に変更しないといけません。一番右の、まあ、鉛筆マークのところをボタンを押します。そうするとですね、口座選択の画面になります。一番上がですね、NISAの口座選択になりますので、こちらを押します。そして変更ボタンを押します。はい、そうするとですね、5万円NISA枠で投資しますよということになりました。でこちらで最後、注文ボタンを押します。で、ここで暗証番号の入力ですね。はい、こちらでですね、実際に投資が完了しました。これでですね、もう明日、明後日にはこの投資信託の購入が完了しました。しかもNISA枠で。というわけなので、まあ、もしね、皆さんも
普通のNISA、積み立てNISAじゃなくて普通のNISAやられている方で S&P500 にね投資してみたいという方はぜひ参考にしてみてください。ではですね、またこの5万円がどうなったかというのはまたツイッターとかでね進捗報告させていただきますのでお楽しみにください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。